はい、皆さんこんにちは。今日は九十九里に絵を描きに来てますよ。こんな感じです。素敵でしょ？はい、じゃあここにね、座って描き始めますよ。今日はね、まずこれが太平洋の水平線ですね。で、こんなふうに波打ち際がねなってます。あとね、自動車が止まってたり、建物がちょっとあったりね、いろいろ見えてますね。遠くの方に岬があります。人をここに書こうかな。こんな感じになって、まあざっとした感じですね。はい、人も加えました。さあ、じゃあこれ塗ってみようかな。まずね、遠くの方、空ですね。明るい暖色からですね。そして、やっぱりこう画面をねこう立てて描くと絵の具がこう流れてうまく混色できますのでね、もしスケッチに行ったらやってみてくださいね。そして空ね、上の方ブルーでほらほらこんなふうに混色できます。で、海ですよ。紙の白とこどこ残して波を表現していきます。こんな感じですね。波はねしょっちゅう動いてるから、描く前にちょっと観察してそれから始めるといいですね。はい、ほらね、波が岸にねこう寄せて砕けてる部分ですね。はい、では砂浜を塗りましょうね。砂浜は手前から奥の方に向かって描いていきます。これ波打ち側ね、濡れたところです。奥の方は少し紫のような色にしましょう。さあどうでしょうね。ここ結構いろいろなものがあるんですね。これが今私が腰を下ろして絵を描いている部分、枯れ草のとこですね。そしてね、こうやって砂がね、あるいは波よけかな、ちょっとコンクリートのね壁がありますので、これも描きます。コンクリートの質感をちょっと表現しましょうね。引っかきます。そしてこれが遠くに見える岬です。まずはシルエットですね。そして絵の具を取ったり、ちょっとバックラの効果を生かしたりしてね、ほらこんなふうにね、少しこう岬の形態やね、空気の感じを描きましょう。ね、楽しい時ですね。絵の具の効果を生かして描きます。いいお天気でしょう。もうね、皆さんのお耳に入ってると思いますけども、遠くでね波が砕ける音、そして風の音、もういろいろ聞こえてきます。このね、ここはサーフィンのねメッカなんですね。ですのでそれをね見てる人、それからサーファーが乗ってきた車、いろいろありますので描いていきます。人物を描くときね、ちょっと注意したいのはこの周りに描くもの、こんなもんですね。これと時々一体化させるようにしましょうね。そうするとね、とても絵がまとまりが良くなりますね。こんな感じですね。よいしょっと。はい。ねえ。っても気持ちいいですね。やっぱり、外で描くスケッチってのは格別です。で、柴崎はね、この枯れ草が大好きなんですよね。これにちょっとね、いっぱい塗っていきましょう。この画面に入ってないんですけどね、柴崎が描いてるこの画面絵のこの右隅の方にね、実はサーフィンやる人たちがたくさんね、いるんですね。今僕の絵を今見たりしてるし、それからシャワーを浴びたりしてるので、ジャージャーと音が聞こえるかと思います。さあ、大切な草むらね、こうひっかいたりいろいろちょっと書き込んでいきます。どうでしょうね。こんな感じかな。だんだんこう絵がね充実していますね。でもね、草むらが好きだと言っても全部同じように描いてしまうとちょっとね単調になりますので、省略する分とそれから書き込む分をねリズムをつけましょうね。はい、こんなとこねちょっと筆使い工夫してね、小さい松の木なんかね芽を出してますので。ここはね、砂の流出を防ぐためにね、こう何か石でねこんなものがこう築かれてるんですね。それを描いたりね、それから波消しブロックを描いたり、もうここにありそうなあるものね、みんなこう絵の中にまとめていきます。それから最初にちょっと描き始めた波のねこう砕けるこういうとこですね。いいでしょう。波がザブーンとね打ち寄せてくる感じがします。そしてちょっとね遠くの方も少し細かいところもちょっとね、ねえもう気持ちいいですよ。もうやっぱりスケッチね外で描く醍醐味あります。今砂浜の方にねちょっと向かっていく人を描きました。この人をポイントにしてます。それからこれをね遠くの方に見えるサーフィンをする人やサーファーですね。どうでしょう。でこう書くんですけど、やっぱりこのね生き生きとした筆使い大切ですね。こうシャッ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 とこう書きましょう。スピード感をつけてね。それが楽しいんだよね。こんなとこももうシュッと描けるのかと思いですね。こんなスピード感をつけて描きます。さあだいぶできてきました。じゃあちょっとね砂浜に草むらに色を加えて出来上がりです。はい、海辺の風景描き上がりました。昨日描いてきたまだ出来たてほやほやですね。とてもいいお天気でしたよ。海でね、絵を描くのは、楽しいけど、なかなか難しいとこもありますね、確かに。この、特に波なんかはね、難しいんですよね。だってこう、紙の白も残さなきゃいけないしね。そういう時はすぐに描かないで、こう、波がね、どういうパターンでこう、形になってくるか、しばらく観察していって書くといいと思います。はい。だからやっぱりこう、とてもね、空間が広いとこですので、そういう空間、それからいろいろなものがこうあって、それをこう、絵としてこう、まとめてみるね。いろいろ難しいけど楽しみも多いですよ。海辺で書くとね。ただね、この場合もそうでしたけど、日陰がないんですよね。外でスケッチとかね、なんかなさるときは、日陰で描かれた方がいいと思います。ね。こう髪が真っ白で、とても眩しくてね、目がやられてしまいますし、油絵なんかで描くときもね、あまり画面が眩しいので、つい暗い色ばっかり塗ってしまいがちなんですね。で、そういうときね、太陽がね、こう、画面の後ろからこう来るようにして、描くといいです。そうすると、ここが日陰になりますからね。ずっと書きやすくなります。はい。まあ、そういうことかな。もしね、機会があったらね、あなたも勇気を振るって、海辺へね、水彩道具持って出かけてみてください。ね、うまく書けなくて全然大丈夫よね。もう、その場の雰囲気を楽しむ。これが絵を描く時の大きな醍醐味ですからね。柴崎は、メンバーシップをやっております。このメンバーシップにね、メンバーにおなりになると、まあいろいろな特典があるんですけども、例えばですね、柴崎の絵のですね、データをお送りします。ちょっとこれ見てください。ね、柴崎、この間のデータをお送りした、それを、ね、メンバーの方が、それをプリントアウトして、お家に飾ってくれて、ね、大変喜んでいただきました。ね、これ、そのメールに添付されて、まあ、お礼に、柴崎のところにね、送ってくれたもんですね。こんなことも可能ですよ。もしご興味がおありでしたらね、メンバーシップの紹介欄、ちょっと開いてご覧になってください。はい。さあ、では、柴崎が海の絵を描きました。ね、その作品でした。今日もね、最後まで見てくれて本当にありがとうございました。またすぐにあなたとね、お会いしたいと思います。お元気でね。はい。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いいたします。